皆様こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸バツクイズです。トイレではない場所で排泄してしまうのは犬の気分の問題である。答えはバツです。今まで決まった場所で排泄していたにもかかわらず習慣が崩れた場合は、まずは尿路系や消化器系の疾患を疑いましょう。そして病気ではないことを確認したら、トイレに原因がないかを見直しましょう。トイレが汚かったり、近くに犬が嫌なものがあると別の場所で排泄してしまうことがあります。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。